皆さん、おはようございます。柚木ゆかりです。わかりみ。統計学。今回は、R 言語で簡単に、回帰分析できる方法を紹介するよ。二つの量の関係を定式化する回帰直線の導出など最小に情報を用いた回帰分析について紹介します。回帰直線とは、二つの量の直線的な関係を表す近似直線です。回帰分析の歴史に関しては、別の動画で紹介していますので、ご覧ください。変数 X から変数 Y を予測するための回帰直線を求める方法を最小に情報と言います。最小に情報の計算は R 言語で簡単にできます。例題で説明します。13人の身長と体重の関係を調べました。体重が 1kg 増えると身長は何センチメートル増えるでしょうか？変数 X と Y にデータを格納します。プロット関数で散布図を作って2つの量の直線的な関係を表す回帰直線を書いてみましょう。実際のデータ解析では、まずはデータの傾向を散布図などに書いて確認しましょう。この散布図から体重が増えると身長が高くなる傾向が見られますね。LM 関数を用いて最小に情報を実行し、回帰直線を求めます。LM 関数は線形モデルによる回帰を行う関数です。ここで Y にょろ X とは Y を X で説明するという意味です。計算の結果、直線の式の係数の傾きは 0.7656、y 切片は 116.9446cm であることが分かりました。したがって、体重が 1kg 増加すると、身長は約 0.77cm 増加することが分かりました。油絵関数を使って、求めた回帰直線を赤色で書いてみましょう。最後にサマリー関数を用いると、回帰分析ができます。今回は、回帰分析については詳しく説明しませんが、回帰係数の限定や観測されたデータに対する、推測された回帰式の当てはまりの良さを表す決定係数などが求まります。R 言語は、無料で配布されているオープンソースソフトウェアです。難しい統計解析であっても、1行から数行で、電卓を叩くように簡単に実行できますよ。ぜひ、皆さんも使ってみてください。